カメラ取り付け部を便利にします。アルカスイス化します。マンフロットの缶ベースプレート、ある程度バッテリー残量が回復したので組み立てていきます。刺した時点でロックされます。時計方向に回すことで二重ロックの完成です。純正よりこのシューは着脱が便利です。ただしその裏返しとして抜け止め機構はありません。万が一横のノブを一定以上の力で回してしまった場合、カメラが奈落の底にさようならです。しっかり固定します。バランス調整をしっかりするかしないで、バッテリーの持ち、各軸のモーターの負荷も段違いに変わってきます。ご覧の通り、乗せるものが重ければ
よりバランス調整がシビアになってきます。カメラの中心をカメラ株にシフトできるとバランス調整しやすいです。動かない。しばらく四苦八苦、初期不良引いてしまったか。ラチェット機構になってる。よくできてます。これで締めすぎているクランク部を緩めることができます。
ランスを合わせないと各軸のモーター強度の自動調整ができないです。なんとかバランス調整できました。キャリブレーション中この動きをずっと見ていられます。おお、この動きがロボットを連想させてとてもスコです。よとした動きも問題なく動作しています。 DJI 製品で注意が必要なのが、製品登録を30日以内にしないと保証を受けることができません。購入後は速やかに動作確認する必要があります。ここで動画を一旦終わります。次回は実機をしてみました回です。ご視聴ありがとうございました。